と氷神は雪を降らすのをやめる代わりにお金を用意するよう言いました。神様すごい現金だな。村人たちはなけなしのお金を集め、そいつに渡しましたが、足りないと言われ、雪が止むことはありませんでした。奴のところへ行って、どうにかして奴に惚れられてきてくれないか。まさかの、嫌ですよ。頼むよ。しじみの話をしよう。どのしじみのことなんだろうな。あの、氷神さんしじみって知ってますか？しじみ？ああ、砂に埋もれているやつですよね。知ってるね。正しいしじみを知っている。しじみとは、二枚貝の一種で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、旨味成分などを豊富に含む健康食品です。詳しいなぁ。しじみには貧血予防、疲労回復効果があります。しじみチャンス！しじみチャンス！